買い物に付き合ってくれてありがとう、しずく。もらった福引き券で福引き引いて帰ろっか。福引き当てたい。そんなに福引きに興味あったんだ。一等の豪華クルーズかにゃ。違う、二等の玉藻市にある水族館の方。水族館、しずくって結構パリピ属性？パリピは知らない。水族館行ったことないから。へえ、だったら一丁当ててみるか。2回しか回せないけど大胆に行きましょう。やってみる。ティッシュだった。同じくティッシュ。さすがに2回じゃ出ないね。ティッシュがどうしたのよ。三好と五木、二人も福引き？うどん食べに行ったら福引き券をもらったんです。二人もってことはそっちもですか？うん、二等狙いだったんだけどね。残念なことにダブルティッシュ。二等は玉藻市の水族館？せっか水族館好きだったんだ。まあ嫌いじゃないですよ。でも今回行きたいのはこっち。水族館行ったことないから。状況は理解したわ。この完成型勇者に任せなさい。三好、ティッシュうどんおかわり行ってくる。ここで待ってなさい。まったく一生懸命なんだから。私たちが待ってるから、いつきちゃんは先帰ってて。いえ、しずくさんの水族館のためです。私も協力します。いっぱい集まった。これがいつきの協力？はい、福引き券を持ってる人に集まってもらいました。こういう時こそ相談です。それじゃあまずは私から。おお、まずは大本命の園子登場。これはいきなり水族館ですかにゃ。あー残念、うどん無料券だ。でかした。先輩、目的がずれてますって。次は歌のか。イエス、水族館、水族館で。高級肥料1年分よ。さすがウタマン。白鳥にとっては大当たり。次は私です、しずくさん。福引きの由美子と呼ばれたこの私が水族館を引き当ててみせます。ミロクさん、ティッシュだよ。予想できた。次はドイ。ああ、タマの推理によるとそろそろ水族館が出ると思うんだ。タマチ先輩、それは推理じゃなくて直感だよ。これはティッシュだな。だから直感だって言ったのに。すみません、遅れました。私たち1回分の福引き券しか持ってないんで、3人一緒に回します。せーの。あ、出た。無欲の勝利ね。レアドロップは狙ってない人のところに行くものよ。思った以上に大騒ぎになったけど、結果オーライ。水族館を楽しみましょう、しずく。うん、楽しみ。水族館に到着、そして解散。ここからは自由行動よ。水族館もいいな。故郷の海を思い出す。まだ入り口なのに感動しすぎだよ、夏目さん。ちゃんと魚を見た方が楽しいって。うん、楽しみだ。こ
ちらは貝のふれあいコーナーです。皆さんに馴染みの貝ばかりです。まずは貝か。私たちも見てっていいですか？はい、どうぞ。アサリ、シジミ、サザエにホタテ？なんだかお腹が空いてくるわね。食べたことのあるものばかり。馴染みってそういう意味なんだ。アサリでお出汁を取ったうどんも美味しいよね。じゃあまずはアサリの説明をしますね。ご存知の通り、アサリの旬は春で。あ、それ違いますよ。勘違いしやすいですけど、アサリの旬は春と秋です。え？そうなの？アサリは春と秋に産卵するから、旬が2回あるんだよね。アサリはよく調理しますけど、知りませんでした。すごい！詳しいんだね、せっちゃん！昔取ったキネズカと言いますか。バーテックスが襲来する前に、ちょっと社会科見学を。ありがとうございます。私まだこういうの慣れてなくて。そんなに頭下げられると照れるにゃ。困ってる人を助けるのが勇者部です。ここって随分とスパルタな水族館だね。まずは客の前に出て慣れろっていう感じなのかな。いえ、そういうわけじゃないんです。今ちょうど夏風邪が流行ってまして。飼育員の人数が不足してるってわけか。専門性の高い魚担当の人とかは大丈夫ですか？はい、それは大丈夫です。でもそれ以外に手が回ってないと言いますか。つまりすごく困ってるってことですね。風先輩。言うな。これは勇者部の出番よ。ま、こうなるよね。私は賛成だ。海を愛する者たちが困っているなら助けたい。うん、楽しくなってきた。そんなわけにはいきません。お客様に手伝ってもらうなんて。こちらは素人ばかりですし、不安な気持ちは十分承知しています。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、お願いします。あのゴミ拾いでも何でもやります。ですが私の一存では。いいじゃないですか、手伝ってもらいましょう。館長、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。いいえ、こんなに熱意があるんだもの、うちの子にも見習わせたいくらいよ。さーてみんな、勇者部に緊急依頼が入ったわ。水族館のお手伝い開始よ。私と東郷は餌の準備ね。食事は全ての基礎。この水族館のお魚のため全力で頑張ります。では餌の準備ですが、ここにある70キロの魚の処理をお願いします。 70? そんなに食べるんですか？いえ、これはほんの一部です。それじゃあよろしくお願いします。これで一部。アジにサバに、どうやら魚によって切り方を変えるようですね。小さい魚はそのままで、大きい魚は食べやすい大きさに切る感じかしら。腕への負担が計り知れない肉体作業ですが、頑張りましょう、風先輩。筋肉痛になるまでやってやろうじゃない。私たちは水族館の掃除だね。4人で同じところを掃除してても効率が悪いし、二手に分かれて逆方向から掃除していくわよ。私もそれがいいと思います。それじゃあじゃんけんでチーム分けするよ。じゃんけんポン。ゆうゆと私チーム。いくよ、そばちゃん。負けないぞ。走っていっちゃいましたね。向こうに負けてらんないわ。私たちも掃除していくわよ。はい。だいたい半分まで来たけど、魚ってこんなに種類がいたのね。はい、すごいですね、かりんさん。
見たことのない魚がいっぱいです。そうね。ん？キャラキャラしてどうしたんですか？カタクチイワシを探してたのよ。カタクチイワシは煮干しの材料だから。カリンさんらしいです。あとついでにユーナとソノコを探してたんだけど、いないわね。言われてみればそうですね。探しに行きましょう、イツキ。どうせ魚に見入ってるに決まってるわ。クラゲ癒されるね。このまま眠っちゃいそうだよ。クラゲに見入ってる。カリンさんの言った通りでしたね。まったく、サボってんじゃないわよ。ごめんなさい。私たちは魚の水槽の掃除か。夏目さんは大丈夫でしょうけど、私は正直不安ですね。セッカは潜れないのか？まあそこそこ泳げなくはないって感じです。曖昧だな。ちゃんと泳ぎを習ったことがないんです。だから力強くはいとは言えなくて。そういえば去年の夏にノギーと歌のに習ったっけ？習っていなくても北海道にも海があるだろう。ありますけど、さすがに沖縄と比べられると。ウェットスーツ着て遊んだくらいですよ。十分だ。海より水槽の方が絶対楽だから、そんなに緊張しなくていい。それでも不安なものは不安なんですよ。泳げるし潜れるのだろう。だったら何が不安なんだ？そこを聞いちゃいますか。仕方ない、もう白状しちゃいます。ほら、水槽の掃除ってお客さんに丸見えでしょ。おお、変な泳ぎしてたらめちゃくちゃかっこ悪いんですよ、あれ。そういうものか。だったら私が泳ぎ方を。バーテックス、セッカの緊張をほぐそうとしたのか。いや、さすがにそれはないんじゃないかな。違うのか。本当にそうだったとしても、そんな気が利くバーテックスは逆に嫌ですにゃ。さてと、それじゃあ改めて水槽の掃除といきましょう。どうやらバーテックスのおかげで緊張はほぐれたようだな。おかげさまで。だけど嬉しくないです。さて、水槽の掃除は華やかだけど体力勝負。気合い入れていきましょう、夏目さん。水の中なら任せてくれ。夏目さんはそっち側から掃除をお願いします。大きな魚とぶつからないように注意です。ああ、しかしこれはいいな。魚が隣を泳いでいく。海にいるみたいだからってスーツ脱いじゃダメですよ。わかった。うなずくまでの間が気になるけど、わかったならいいとしましょう。わあ、あのお姉ちゃんたち、お魚さんと泳いでる。人が集まってきたな。見られていると照れるな。これが水族館の醍醐味ですよっと。夏目さん、あの子の前泳いであげてください。ああ、わかった。おお、魚が私の後ろをついてくる。いいな、僕もあれやりたい。どうしたのかな、こっちから楽しそうな声が聞こえるよ。見て見て、せっちゃんと夏目さんが泳いでる。おっと、見知った顔が。よし、もっとサービス。熱帯魚の皆さん、こっちですよ。わー、熱帯魚がセッカさんの周りに
いい子だ。私と一緒に泳ごう。すげえ、かっこいい。あれ大丈夫なの？あんなに大きいんだし食べられない？大丈夫よ、かりんちゃん。マンタは人間を食べないわ。東郷とフーってなんでそんなに疲労してるのよ。魚を切りすぎて腕が上がらないのよ。でもあの二人は華やかね、東郷。そうですね、フー先輩。あはは、餌当番の二人の疲労がすごいな。だが、フーと東郷も楽しそうだ。これは大成功か、せっか。うん、間違いなく誰がどう見ても大成功です。よかった。水の中も悪くないにゃ。